俺らにしかできへんいぶし銀っていうか、俺らが大好きなヒップホップをどこの国のラッパーに見られても舐められへんライブするんで、マジでヤバいっすよ。何がヤバいか言いましょうか。わかんないっす。今聞いたメンツ全員おもろいからな、裏も楽屋まで。正解正解、ここここ。俺にラップ教えてくれた八千代君って言いますけど、八千代君死んだんすよね。八千代くんに俺の大きいステージ見せたいなと思ったから、息子を呼んだんすよ、はい、ほんなら息子を新幹線寝過ごしまして、あ、八千代くんって言いますけど、八千代くんと全く同じことしてますわ今。息子でん DNA 受け継がれてる。母ちゃん寝てたって。いやもう何とも思ってないですよ、別に何とも思ってないですよ、別に増えてほしいですよ。全然昨日の夜寝れへんかったとかそんなのないっす。そうそうそう。3万人えぐいわ。3万人の人に俺たちを見せるという役割もあるが、友達に見せたよな。今回フューチャリング勢もこう、このこれはもうライブ終わった後だからあれやと思うけど、紅桜とか呼んでるんですけど、はい、もう俺らのステージ以外考えられへんなっていう。で、多分あいつもこう、あいつ捕まる前、いくら紅桜人気やったとか、ジャグラーがとか、俺がとか、だけど、何千人が限界やったから、4年ぶりに歌ったら3万になってました、結構。はい。で、ベニーとステージの上で、マジでお帰りのハグやね、みんなで。どえらいホテルじゃがな、よいよほんに見下ろして。ほんまに。いよいよほんに。びっくりね、びっくりね。うん、雨も降るそりゃ。いよいよまあ。この3万人も、うん、超ラッキー。そう。ほんで3万人でお帰りっす。もうほんまに。俺らの一番のプレゼントっす。まあ、8から10人って感じなんですけど。多い、多いな。年間、だから100本以上やってますよ。だから、他の有名な人気ラッパーいっぱいいると思うけど、俺らほどライブしてるやつおらんと思う。みんな売れれば売れるほどライブの場所を選ぶんですよ。でっかい会場とか、その町で一番でかいホールとか、その町の権力者とか、数字で言えば関係なくても、俺らはその町のおもろいやつと10人の前でも20人の前でも思いっきり歌うっていう。でもいろんな場所が結構なんかおかわりしてくれ、一回読んだら多分もう一回あいつらと遊びたいなと思ってもらってると思うんですね。でもだから同じ人が読んでくれるパターンが多いですね、絶対。友達っす、みんな。横で名指しできますよ。名指しで、まあ、駅で一回あったら、うん、ほんまソンボングさんですか。うろうろしたら余計あれやろけどな。札幌の警察とかめっちゃ丁寧やった。僕財布ちょっと触って、あ、もう大丈夫ですって、同僚、そう、同僚に職務質問させてもらったこと自慢します。新幹線待ってたんですよ。こんなカナダ人の夫婦が喋りかけてきて、ハネムーンで日本に来てるんだよ、今から東京行くんだよみたいになってて、明日は僕らヒップホップのフェスあんねんつって説明しとったら、行きたいみたいなってハネムーンで明日も来よるねん。そう、ハネムーンプレゼントでチケットプレゼントするから来いって来る、初対面のカナダの夫婦のハネムーンにプレゼント。みんなライブ前とか緊張するやん多分。そうなってるやつもいるし、ハートが出てる。俺はもうライブマンこれなんで。どっかの楽屋やな、探せって。でも、お、誰だろう、ゴンゴンゴン、ガチャンって。お前緊張してる、緊張してる。三万人もね、やばいな。ほらな。次お前、おーい。
大丈夫だポップはポールやるとか言ってる時に一方そのくらいなカンカンカンおい、ちょっと待ってお前、俺の弁当はお前二個食うなっておい、俺唐揚げ一個少ないやんけさーんでもほんまこれだけドキュメンタリーで言ってください。いつも食べ物とかなくなったりしたら俺疑われたりするけど俺は食べ物を分け与えたことしかない。これはみんな聞いてお前取ったことない。俺は買うからうなぎ食べたかったらうなぎ買うし、でも1個しかないパンをこの4人いたら俺4個に分けるんで、ほんまにマジっすよでもこっちは腹減ってない時もありますえで大丈夫やで、今大丈夫やで。なんで、うん、食べや、うん、いや今大丈夫。なんで食べや、なんかやったんでもらうわじゃあだからたまにさっきあげたはずのパンとかクッキーがスタジオの隅に置いてあるんですけど寂しいっす。見ちゃってカメラに。パン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 。いや、ちょっとお台場とな。レゲエスター級も出たよ。津山で似てる場所あった？はい。はい。お大変だ。ありがとうございます。中道ちゃん。できる。いや。中道ちゃんは明日トルティアロール売ってますセキュリティじゃなくてご飯出してますいろいろプライベートでもめちゃくちゃ可愛がってもらってて、ご飯も僕作れるんで旅行行くときに一緒にご飯作らせてもらったりとかで、セキュリティの会社もやってるんで、まあ、ちょっと地方のイベントとかあったときに専属で2人使わせてもらったりとかしてて、全部お世話になってます。仕事もプライベートも、うん、お兄ちゃんみたいなお兄ちゃんみたいな人たちです。キッズさんでみたいな感じで、家族みたいな感じで扱ってくれるんで、僕らはすごいやりやすくやらせてもらってるっすね。これは大都会やな。バットに入った子はあれ、オリジナルポシーズン、ヤチョウ君わかる？ヤチョウ君の息子。あ、よろしく。ライブ、密着だから言っとく、ザ・ホープの前日に、うちのジャグラー、痛風と戦いそうになってます。6本目っす。カメラ変わりましょうか。なんで自分がバット入ったのは。もうそれ読んでたら入ったら俺たち密着するってこういうことや思うんだけどピースありがとうございます。ありがとうございます。ゴーグルダッツ、ゴーグルダッツ、俺らは誰よりもヒップホップな、誰よりもヤバいライブ、多分評価してもらってる部分だ。こう音源を使わずにライブやったりとか、ライブやから多分俺らの声聞きに来てくれてると思うし、逆に俺が客やったら、いや音源は家で聞くからって感じやし、歌ってやってな。まあ他の街にない関西特有のライブっすよね。俺らにしかできへんいぶし銀っていうか、俺らが大好きなヒップホップをどこの国のラッパーに見られても舐められへんライブするんで、俺らのこと知らん人もなんかおもろそうやなって思ってくれるようなライブにします。マジでヤバいっすよ。何がヤバいか言いましょうか。わかんないっす。Japanese Magani Trip Master Trip and Trip. What it do?
め嬉しい。さあさあこれ全員手挙げたらやばいことなんで、やばい、全員の力で今日晴れたよ、全員が願ったから晴れたよ、このまま晴れさせようぜ、全員両手挙げてくれ。 Get your hands up! Get your hands up! 俺らのヒップアップが大好き、だから DJ 本田から聞けよ、リッスン。ビールケース作って、そこでライブしたんが初めてやから、そっからちょっとこれはちょっと想像つけんやな、めっちゃ嬉しかったっす。なかなかならないけれど最後の一歩でありがとう。パーティーの終わりで名残惜しいけれど最後の一歩でこれ吸ったら帰ろう。今俺たちを縛り付けるけれど最後の一本で